pdf をアップロードします。で、ここに質問をします。はい、そうすると、こういった感じで帰ってきました。情報ソースをですね、表示してくれます。はい、皆さん、こんにちは。AI 部長のネットです。本日は、GPT を使った Q&A アプリの開発をやっていこうと思います。皆さん、仕事で、pdf のファイルから情報を参照して、チャット GPT に回答を考えてほしいなっていうふうに思ったことないでしょうか。前回の動画で出した、ダマインデックスというものを使えば、 PDF の内容をもとに GPT に回答を生成させることができます。しかし、前回の動画では Google コラボという環境でプログラムを実行していたので、仕事では Google コラボを使えないよっていう人もいるかと思います。そこで本日は Python が入っているローカル PC 上で Streamlit というフレームワークを使って Q&A を行うアプリを開発する方法を紹介していこうと思います。 これができると自分のパソコン上で自分が持ってる PDF ファイルから自由に Q&A をすることができるようになったりとか作ったアプリを社内で共有したりするとみんな使えて便利かなというふうに思うので Q&A アプリの開発に興味がある人はぜひ見ていってもらえればと思いますそれでは早速やっていきましょうはいそれでは実際の手順なんですけどもこういった手順で進めていきたいと思います 最初にまず必要なパッケージなどの準備ということで、OpenAI のライブラリとか、GammaIndex のライブラリをインストールすると。で、2番目からは実際の実装の話なんですけども、最初にまず PDF ファイルのアップロードする実装。続いて、モデル選択などを行うボタンの追加と。で、続いて PDF と Q&A を行う実装。で、最後に結果を出力させるということをやっていきたいと思います。 プログラムを初めて触った人にとっては、まあ、かなり難しいかなというふうに思うんですけども、中身は完全に理解しなくてもいいので、とりあえず動かせるというところを目標にしてもらえればと思います。それではやっていきましょう。はい。で、今回は VS Code というエディターを使って開発をやっていきたいと思います。VS Code のセットアップとか Python のセットアップに関しては、ネットにいろんな情報があると思うので、そちらを参照してもらえればと思います。 はい。最初にまず今回使うストリームリットについて簡単に説明していきます。実際にどんなものか見せながらやっていきたいと思うので、最初にまずファイルを作ります。今、app.py というファイルを作りました。で、ここにですね、ストリームリットをインポートしていきます。これ今、下線が出てるんですけども、これパッケージがですね、今インストールされてないので、こういう風に下線が出てしまいます。なので、pip インストールのストリームリットと、 はい。こういう風にすると、Streamlit が今インストールできました。これセーブすると、ここが見えるかなと思います。今、Streamlit がインストールできたので、Streamlit を使ってみたいと思います。今ですね、簡単にこのメインの関数を定義してあげて、このスクリプトが実行されると、まあ、ここが実行されるという感じになっています。Streamlit の実行方法なんですけども、ターミナルのところからストリームリット、Streamlit、run、 えー、アップ .py ですね。という風にします。はい。そうすると、今、こういった感じで Q&A アップというものが表示されていますと。これをちょっとこっち側にやって。で、これ、どういう仕組みかっていうと、この Web アプリの方を何かしら更新とかすると、スクリプトの方も実行されるという形になっています。まあ、なので、例えば、ここにテストという風にして、Q、Q&A アップテストと。で、この Web をですね、更新すると、こちらですね、プログラムが実行されて、Q、Q&A アップテストという風にして反映されると。 いう仕組みになっています。基本的には、このスクリプトを書いて、右側のアプリを更新してという感じで開発を進めていくんですけども、今回の機能すべてそれをやってると、すごい時間がかかってしまうので、コピーペーストで使えるように GitHub の方にコードを上げたので、そちらを使ってもらえればと思います。はい、こちらですね、私の GitHub のアカウントなんですけども、ここにですね、u p p p y というのがあります。これを押してもらって、ここのコードですね、選択して、 コピーして、ここに貼り付けます。はい。貼り付けました。で、そうすると、これを実行すると、最初に冒頭で見せたようなポリが立ち上がるんですけれども、えっと、まだインストールされてないパッケージが、え、いくつかあるので、これらをインストールしましょう。一旦ターミナルの方は、コントロール C でストップします。で、ここで pip インストールで、えっと、パッケージをインストールしていきます。今、ストリームチャットが、え、インストールされてないので、はい。あと、ラングチェーンですね。 はい。あとはラマインデックスもインストールします。はい。今ですね、すべてのパッケージがインストールできたので、実行してみたいと思います。ストリームリット、えー、run, app.py ですね。はい。そうすると、えっ、ー、と、開いたんですけども、今、ストリームリットチャット、えっ、ー、と、ないよというふうに言われてるので、ストリームリットチャットを、えー、インポートします。ストリームチャットになってますね。これを、ストリームリットチャットでやります。 はい、ストリームとチャットがインストールし終わったので、アプリを立ち上げます。はい、そうするとアプリが立ち上がったんですけども、えっと、まだエラーが出ています。えっと、エラー内容としては、OpenAI の API キーが設定されてませんということで、今回ですね、実装の中では、このスクリプト上に API キーを書くんじゃなくて、環境ファイルという別のファイルから API キーを読むように設定しています。 今はですね、その環境ファイルというのを作っていないので、環境ファイルを作って、そちらに API キーを書いていきましょう。で、環境ファイルの作り方なんですけども、こちらプラスマークを押して、.env というですね、ファイルを作ります。で、ここに OpenAI の API キーというのを追加します。はい、で、ここに API キーを貼り付けます。はい、で、API キーの設定が終わったら、また更新をします。 はい。そうすると、こういった画面が表示されていて、えっと、エラーがなくなりました。で、ちょっと使ってみましょうということで、ブラウズファイルですね。そして何かしらの PDF をアップロードします。今回、一般職業紹介状況という PDF ファイルをアップロードしました。はい。そうすると、この Choose a File というところに、この一般職業紹介状況というのができるので、これをクリックしますと。で、モデルはですね、GPT 3.5のターボをクリックしますと。情報ソースをですね、表示させるかしないかということで、今回はしませんと。 で、ここに質問をします。はいそうするとこういった感じで有効求人倍率はいくらですか有効求人倍率は平和5年2月において1.34倍ですというふうに書いていきましたで機能としてはこの参照情報を表示っていうところで表示させるというふうにすれば情報ソースをですね表示してくれます はい、こんな感じですね。有効求人倍率は1.34倍ですと。で、参照した情報は次の通りですって感じで、まあ、ちょっとレイアウトは崩れちゃってるんですけども、表示させることもできますというところです。はい、あとはですね、えっと、機能としては、履歴を消去するというものがあります。こちらのボタンですね。これを押すと、この履歴が消えるという感じです。はい、で、機能としてはこんな感じになっています。で、使うだけであれば、えっと、今見せたように GitHub からコードをコピーして、貼り付けて、ストーリームリットを起動すればいいと。 いいう感じになっていますただ、もう少しこの中身をいじっていろいろとやってみたいという人もいると思うので簡単にですね、コードの方を紹介していきたいと思います。はい、で、コードの方ですね、こちらになっています。で、えっと、上からこう順々に見ていっても少し分かりにくいかなと思うんですけども、えっと、見るところとしてはこのメインの関数のところですね、ここが上から順番に実行されてるという感じです。 で、最初にまず PDFQ&A アップということで、えっと、タイトルが表示されてますと。で、これが PDFQ&A アップですね。これが表示されてると。続いて、このアップロード PDF ファイルというものが実行されています。で、これ見ていくと、このアップロード PDF ファイルですね。この関数が実行されてると。そんなイメージです。で、この関数の中身見ていくと、Streamlit Sidebar File Uploader というのがありますと。これを使ってファイルをアップロードできるように設定しています。 この左側のサイドーバーのところですね、ここにあるドラッグドロップファイルヒアっていうのは、この実装をしてるから出てくると。で、このサイドーバーってところを消してあげると、はい、こういった感じでですね、サイドバーじゃなくてメインの画面の方に、このドラッグドロップファイルヒアというのが来ますと。こちらのデザインはどっちでもいいと思うんですけども、私はサイドバーにある方がいいなと思ったので、こちらに実装してます。で、その他にこのアップロードした後に、えっと、セーブアップロードファイルというのが呼ばれてます。 で、これは、PDF をアップロードしたときに、まあ、将来もその PDF の情報を使って Q&A をやりたいときに、まあ、一回一回アップロードするのはめんどくさいので、PDF を保存するフォルダを作っています。で、それがこの PDF データというフォルダになっていて、先ほどアップロードした一般食料紹介状況っていうのが、こちらにアップロードされているのがわかるかと思います。なので、一回アップロードすると、その PDF を参照して Q&A が行われるという仕組みになっています。はい、続いてメイン関数に戻って、続きをやっていきます。 で、アップロードファイルが終わったので、次ですね、ボタンを追加しています。これですね、えっと、サイドバーにあるセレクトボックスというのを追加していると。で、チューザーファイルということで、この PDF データディレクトリにあるファイルを表示させています。これ具体的に言うと、このサイドバーにある、この一般職業紹介状況という PDF ファイルを参照できると。で、違う PDF アップロードすると、それがこの PDF データってところに格納されるので、このチューザーファイルの中でも選択肢がどんどん増えていくと。そんなイメージになります。 はい。で、続いて、セレクティットモデルということで、こちらのサイドバーに、セレクトボックスを作っています。これ、サイドバーの、えっと、これですね、GPT-3.5 のターボか、GPT-4 ということで、選択肢として、こういう風に与えられているという感じになります。で、その後に、チョイスということで、こちら、ラジオボタンを追加しています。これは、えっと、メイン画面にある、これですね、表示する、表示しないというボタンを追加していると。で、あとは、クエスチョンですね。これは、えっと、テキストインプットということで、このテキストボックスを作っています。 で、ユーザーから何か入力すると、このクエスチョンのところに、このユーザーの質問が入ってくるというイメージになります。で、あと、st ボタンということで、質問ですね。このボタンを実装してると。で、これ、質問ボタンを押すと、この submit question イコール true になるので、この後ですね、ボタンがクリックされた場合の処理っていうのが行えるようになります。はい。で、同じようにですね、えっと、クリアーチャットということで、えっと、履歴消去ボタンですね。これ、サイドバーにある。これですね。これを押すと、これが true になるので、 if clear chat ボタンのこの中身のコードが実行されるというイメージになります。はい。で、こちらはチャットの利益を保存するものになっています。はい。続いて、えっと、ラマインデックスを使って PDF のファイルからテキストを抽出するところと、その抽出したテキストの情報を使って、その抽出したテキストをベクトル化して Q&A を行うという実装をやっています。これは前回の動画で紹介しているので、まあ、あまり詳しくは説明しないんですけども、最初にまずこの PDF リーダーというものを 定義しますと。でこの PDF リーダーって何かっていうと、えっと、こちらですね。こちらのクラウスになってます。まあ、これの実装に関しては、前回とほぼ同じで、PDF を読み込んで、えっと、その後ですね、Q&A レスポンスジェネレーターで、えっと、ドキュメント化するという仕組みになっています。それが、えっと、こちらの部分になっています。初めて触った人はなかなかイメージできないと思うんですけども、まあ、PDF を読み込む機能と、Q、Q&A を行う機能を実装しているというふうに思ってもらえればと思います。 で、ポイントとしては、ベクトル化したデータも保存しておこうということで、このストレージというところに、この一般食料紹介状況 PDF のベクトル化した情報が保存されています。なので、次回同じファイルの Q&A を行いたいというに、えっと、こちらのストレージのベクトル情報を使って Q&A が行えるというところで、API の利用コストとスピードが速くなるというメリットがあります。はい、ということで、クエスチョンを入れて、えっと、レスポンスが得られましたと。 で、もし、チョイスイコール、表示するの,の場合であれば、このレスポンスに参照した情報は次の通りですということで、ソース情報を付与するということをやっています。その後に質問と応答をチャットの履歴に追加ということで、えっと、クエスチョンとレスポンスを追加しているというイメージです。で、最後にこのディスプレイチャットというところで、チャットの履歴を表示させるような機能を実装しています。こちらがこのストリームチャットっていうライブラリですね。これを使ってやると、 表示がよりですね、リッチになるので、このライブラリを使って実装しています。はい、そんな感じで実装の説明としては以上になります。で初めてプログラムを触る人にとっては、まあ、かなり難しいかなというふうに思うんですけども、わからないとことがあったらですね、えっと、ぜひコメントしてもらうか、もしくはやっと GPT に聞いてもらえると、私よりもいい回答が得られるかもしれないので、ちょっと頑張ってみてもらえればと思います。以上で本日の動画を終わりたいと思います。 えー、この動画が良かったなっていうふうに思う人は高評価、コメント、チャンネル登録の方よろしくお願いします。えー、それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。えっと、行えるようになります。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 で、でいでい